皆さんようこそマイキングラグジュアリーアカデミーのメンバーチュング・ハルミです。そして今日のレッスンでは真珠、起源と種類について話していきましょう。はい、真珠は何なのか。真珠は綺麗な白色、真珠色をしており、これらは、様々な種類の淡水魚、または、軟体動物に見つけられます。この綺麗な真珠は、どう形成されるのか。真珠は外部から入った異物は貝を排出できなくなることで、形成されます。そしてこの瞬間から、外頭膜はアラゴナイトと、ゴンキオリンというタンパク質のシートを挟んで重なり、真珠を形成して異物を覆います。真珠の種類。真珠は、軟体動物での形成とその外観、から基本的に3種類に分類されます。1つ目はバロックパール。このパールは、不規則な形をしているパールです。次に、ドロップパール、真珠養殖袋から発生したもので、丸みを帯びた、卵型、の外観を持ち、表面は、真珠層で完全に覆われている真珠、パールです。そして最後に淡水パール。このパールは、貝殻の、内側で成長する、パールです。そして、半球のような外見で、上部のみ、真珠光沢があります。皆さん、このレッスンはどうだったでしょうか？私たちのチャンネルにも、ダイヤモンドだったり、アロマテラピーだったり、いろいろな、ビデオもありますので、もしよかったらご覧ください。あと、登録もお忘れなく。では、また次のビデオで会いましょう。さようなら。